T1 スタイルズバイクワールドオブタンクス、パート104。今回乗っていく戦車は、前回の本編でも乗っておりました、A46。マップはのどかな海岸、北側スタートです。まずは定番の置き偵察からしていきます。この車両、前回の本編でも触れましたが、火力面が非常に乏しく、撃ち合いの苦手な、偵察に特化した軽戦車なんですよね。なので同近接戦闘を避けながら戦うかを、常々考えながら運用しております。置き偵察に入りました。ここでは車両を置きっぱにしたまま、マップをよく見て、仲間の動きを観察しつつ、見えてくる敵の配置に目をやっています。この時点で相手の軽戦車、タイプ64が中央で見えましたね。火力の高い軽戦車なので、あれとは間見えたくないわけですよ。なのであの車両がどこへ行くかなぁと見守りながら、主戦場となりやすい、西戦線の敵はどんなものかなぁと観察しています。正直マップが見で、目の前に敵が通過していることは、あまり気にしていません。でここで、西戦線に敵の主力となる戦車が集中していることと、駆逐戦車たちに、思わぬ大接近を許してしまっていることがわかりました。目の前の重戦車も通過してしまいましたし、さすがにここで油を売っているわけにはいかないなと、中央側の偵察にシフトします。もちろんこの時も、タイプ64には出会いたくないので、かなり引いたルートから後退します。中央から突貫してきていたら、困りますからね。さて、ここで味方と敵の配置を確認してみましょう。まずこれ、味方の西戦線がとっても引き気味なのがわかるかと思います。そして敵はだいぶ接近してます。こうなると、敵の前線にいる車両の偵察って、必要ありませんよね。前線の仲間たちが、自分で敵を見つけてしまいますからね。こうなると偵察でも止められる仕事は、後方から狙撃をしている車両の発見かなと。そのためにまずは、敵のタイプ64の行方を探します。中央のラインに敵がいないことを確認しなければ、敵の後方狙撃手を、安全に見つけに行けませんからね。ざっと見た感じで、中央から敵は詰めてきていません。奥にいた、100Y を発見できましたね。ここで敵のタイプ64が発見されて一安心。偵察の前に、詰めてきている敵を牽制しながら、マップ全体を確認。ここは狙撃をしていますが、狙撃は適当で、実際はマップと現在未発見の車両を見比べて、どこに見つかっていない車両がいるかを確認しています。ここで大体状況が整理できたので、偵察に戻ります。この時点で一度も見えていない敵、つまり電球がついていない敵は、AT-15A、チャレンジャー、WZ-131G、それから自走砲と、全部後方に潜んでいそうな車両ですよね。うち3両は駆逐戦車なので、ここにいると予想します。こちら側も駆逐戦車がいそうな定番ですが、味方が割と安全に詰めているので、あれ以上敵の駆逐戦車はいなさそうだなと予想しています。なのでここらにいるという読みが本命でした。私のここからの狙いは、100Y の再スポットを狙いつつ、100Y 付近に追加の駆逐戦車がいればそれをスポットし、気を見て敵の自走砲を倒すチャンスがあればなといった考えで動いていきます。で、その前に、敵の重戦車が見えているので狙撃を狙ってみますが、飛行精度がちょっとしたロマン砲並みに悪く、貫通力もティア4と5の間程度しかないため、仕事にならず。この間に、味方の ARL44 が、敵の中国駆逐戦車にやられてしまいます。なのでここで私は、ああこっちに中国駆逐戦車がいるのかな?という、予想をしまして。が、どうも敵を見つけられず。あれ?もしかしたら読みが外れたかな?と、やや困惑気味に飛行をキョロキョロ。するとこちらにいまして、少し思っていた場所とは違ったので、正直びっくりしましたが、どうやらここに敵は、固定砲のこの1両しかいなさそうだったので、ぐるぐると回しながら対応していきます。幸い相手さんは、トップファイトが不慣れだったのか、うまく倒し切ることができまして、一安心でありました。そつなくこなしているように見えるかもしれませんが、内心はうまく対応されたら面倒だなと、ややドキドキしておりました。敵を倒し切ったので、ここで岩裏に入り、一旦スポットを切りまして。スポットが切れたかなというところで、100Y の再捜索に戻ります。
ここは観測アシストが欲しいというよりも、敵を発見し、私に気を向けるのが仕事だなと考えていましたね。線路の歩き服を使いながら、両線越しに砲塔だけを出して、車体はさらさずに偵察します。これならばすぐに両線を使い、敵を見つけても車線もすぐに切れますからね。走り偵察の基本ですと。そしてあたかも東の偵察に行ったと匂わせながら、スポットが切れたタイミングで、100Yからの視界を両線で切りつつ、南下します。同じところから何度も偵察をしては、相手に動きを悟られ、対策されてしまいますからね。もちろん、相手からのスポットが切れてから動くのが基本です。でないとこっちに回っていることを、あっさり悟られてしまいますからね。敵の自走砲の弾道はこちらから見えているので、あわよくば自走砲を倒したいところです。100Yが見えました。隠蔽の高さがあるので、撃つまで茂みなしでもバレない距離です。私の最終ログあたりを警戒していますね。一撃を挨拶。少し接近しすぎてバレてしまいましたが。実はこの間に、敵のルービーも私の最終ログ側に連れていたので、相手を惑わして前線の負担を減らせたという意味ではうまくいったかなと。100Yを深追いせず、自走砲狩りに向かいます。そうしながら、味方が前線まで上がってきてくれるのを待ちます。ここはちょっとびっくり。相手が深くの取れない自走砲なので、起伏に救われましたね。すぐさま 100Yの車線を切りつつ、仲間の到着を待ちます。ここはダメージに欲張りません。まだ敵が残っていますし、ここは体力の温存ですね。無事に仲間により撃破してもらいました。残りは3両。残り3両は固まっているので、短期突撃すると返り討ちにされてしまうリスクがあります。なのでここは、仲間が集まってくるのを待ちます。ここで一気一気突撃していき、かっこ撃破されて行き、敵に弱点を許してしまうなんてことは、少なくありませんからね。油断禁物です。軽く陣地を踏みながら、敵の気をこちらに引きつつ、できればまだフルヘルスの AT15A あたりが釣れたらいいな、なんて思いつつ、仲間も揃ってきたので、囲い込みに動きます。15A がいましたね。陣地側に向かっており、私にはお尻を晒しています。やったぜ裏が取れるぞーって、内心嬉しかったのですが。私が構えた角度が良くなかったのも、多少ありますが。単発火力が低いわ、装填も遅いわ。さらには敵の背面なのにもかかわらず、抜けないところが多く、この車両の低貫通を実感し、やや悲しみに暮れながらの勝利をするのでありました。この試合の反省点を挙げるなら、今の場面ですね。もっとがっつり背面について、しっかり弾を貫通させればよかったですねー。ということで今回は、前回の味方の狙撃に頼りっぱなしの本編とは異なり、味方の狙撃にあまり頼らない、A4K6 短期での立ち回りをご覧いただきました。火力が乏しいので、よく考えながら偵察や陽動、裏取りをしていかないといけない車両でして、常に考えることが多い、難しい車両です。前回のように、隠蔽を最大限まで活かせる戦場ばかりではないのでね。この車両に乗っていると、極力戦闘を避けて生き残り、丁寧に立ち回ることが求められるので、軽戦車の基礎を再確認できますね。まるで、軽戦車マッチングというものが存在していた頃の、偵察をメインで求められていた頃の軽戦車のようで、それが個人的には楽しかったりします。今後もこのシリーズでは、普段の試合を振り返りながら、私の立ち回りや、考え方の解説、反省などをお話ししていきたいと思います。ではではまた次回。